はい、どうもこんにちは、ゆうきです。本日はビログ第4回目ですね。なかなかネタが尽きて、まあ、1週間もあるのにっていうところなんですが、ネタがないですけれども、本日は、私が愛用している Xperia Z3 タブレットコンパクトについに Android 6.0 マシュマロが降ってきたので、それのレビューをしてみたいと思います。私自身 Nexus 5 を持っているので、もうマシュマロは体験しているんですけれども、タブレットでのマシュマロに初めて触ってみましたので、その感想をちょっと喋ってみたいと思います。というわけで、ここから実際に、タブレットを使って見ていきたいと思います。まずバージョンの確認をしましょう。まあ、設定のアイコンがNexus とは少し違って Xperia のものになりますね。はい、ではまずタブレット情報。はい、Android 6.0.1 が適用されています。これを何度かタップすることで、マシュマロのイースターエッグが出てきますね。で、これを長押しでしたっけ、あ、出てましたね。これが、なかなか難しい、フィリッピーバードもどきと言いますか、パクリと言いますか、この残念でした。もう一回言ってみましょう。なかなか喋りながらゲームをするっていうのは難しいっていうのを実感しますね。うわ、じゃあ一回ぐらいは超えたいですね。これがなかなか難しいんですよね。お、というわけで、なかなか難しいんですけど、このゲーム、ラストチャンスで行ってみたいと思います。よしよし、うわ、なかなかこの落ちるタイミングとかが難しいんですよね。はい、続いては、ちなみにこれは今 Google ナウランチャーを使用しています。普段はノバランチャーをホームのやつで使っているんですけれども、分かりやすいかなということで Google ナウランチャーを使用しています。で、まあ、マシュマロの特性というか一番の特徴は何といってもナウオンタップだと思います。Google Now、ナウランチャーなんで左に行くと Google Now がすぐ起動します。これがナウランチャーいいところですね。で、私の予定、まあ、明日の語源が休みとか Amazon で三脚を頼みましたとか出てきちゃってるんですけども、ここの画面で Now をタップ、ホームボタンの長押しをしてみます。するとこの画面での情報をテキストで、すぐ Google が、解読して検索できるようにしてくれていますね。例えばこのパナソニックっていうのはこの株価があるので、株価情報が出ているのでパナソニックっていう情報が出てきてるんですね。これのニュースとかするとすぐ Google のサーチでパナソニックのニュースが見れます。はい、いかがだったでしょうか。これが、Android 6.0 マシュマロの、すごく簡単ですけれども、ナウオンタップなどについて見てみました。はい、今回もご覧いただきありがとうございます。Android のキャプチャーは、タブレット本体のマイクを使用していて、iPhone よりはちょっと劣化してるなっていうのが聞き取れたかなと思います。冒頭でネタがないって笑ってたんですけれども、実はネタができました。ぜひ期待して待っていてください。今週あげれると思います。それでは失礼します。